はいどうも、森友です。あそこにね、ちょっと見ていただきたいんですけど、大井がいます。大井が走っております。やっぱね、自主トレとなるとこういうスポーツウェアを着るわけじゃないですか。で、まあ大井さんも今日スポーツウェアなんですけど、まあ大井さんって結構いろんなもんね、スポーツウェアとか買ってるんで、今回大井さんのスポーツウェア特集していきたいと思いまち。お前まち。それでは行きましょう。おー、登場しましたね。こんにちは。はい。今自主トレ中ですよね。これから自主トレで、まあ自主トレっつったら、まあスポーツウェア着るじゃないですか。はい。なんか見た感じちょっといい感じのスポーツウェア着てますけどそうですね。まあ、あの野球の時とは違って、自主トレなんでユニフォームじゃないじゃないですか。その時も多少こだわりがあるんですよね。うん。じゃあそのこだわりを聞いていきましょうか。なるほど。うん、わかりました。じゃあまず上からいきましょう。はいはい。もっと寒くなってきたらニット帽をかぶります。ニット帽。はい。なんでかっていうと、うん、群馬は風がバカ強いです。なんで本当に髪の毛全部持ってられるんで、まあ、ニット帽をかぶります。ただまあ撮ってるの11月なんでまだ大丈夫で、次がこの、まあ、よく自分が動画で出してるオークリーのサングラスですね。ジョーブレイカーっていう、この縁が全部あってこうやつですね。でカラーはイエロー使ってます。で理由とかこれはとにかく目立つように、うん、っていうのでこのジョーブレイカーっていうのを使っておりますね。うん。次がこれネックウォーマー、これはアディダスですね。これあれじゃないですか、オールスターのやつじゃないですか。そうですね、オールスターカラーみたいなやつで、見てもらうとでけいんですよこれ。めっちゃでっけ、でかいんですよ。でここに見てください、このわあ通気口があるんですよね。これは便利ですね。これ便利ですね。喋、うん、るときに多分このまま喋っても声聞こえると思うんですよ、うん、なんかもう水に濡れて変な感じに。そう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 、なるほど、防げますね、これは。これはめちゃめちゃいいね。これはいいな。で結構この雨を弾く素材、前は、後ろは普通のなんですけど、うん、前はこのシャカシャカで、なるほど、うん、いいかなと思います。いいな。とりあえずまあ動画でも目立つんで。確かに動画を映えするんじゃないかな。めちゃくちゃ目立つですねそれは、うん、これがネックウォーマーですね。お、はい。次下か、うん、下はシャカシャカです。このシャカシャカアシックスのシャカシャカで、色はネイビーに青と赤のラインなんですけど、うん、まあ実際20歳ぐらいまでは黄緑とか黄色とか青とか結構派手なのを着てたんですけど、まあ、今年24になったということでちょっとまあ落ち着いた配色じゃないかなと思います、ね。うん、多分動画とかでも昔は黄色とか着たと思うんですけど、あめちゃくちゃ多かったですね、そういうの。ちょっとまあ年齢も来たのでちょっとまあシンプルなやつですね。で V ジャンっていうかな、この、うん、これがあって、まあ、ネックウォーマーするんで、これいつも閉めるってことはあんまないんですけど、開けてネックウォーマーをするって感じかな。なるほど。はい。で、あとはインナーかな、普通の野球で着るやつと一緒で、うん、で、もっと気温が下がってきたらコールドギア、アンダーアーマー、あーありますね、本当にあったかいやつを着るんですけど、うん、まだそこまで確かに気温は寒くないんで、うん、まあ、ちょっとあったかいやつ、薄くはないですね、うん、まあ秋モデルみたいな、秋に着れるようなローリングスのアンダーシャツですね。まあ、これ試合で着てるやつと一緒です。で下が短パン、うん、これあの長いシャカシャカの人もいるじゃないですか、うん、自主トレって。自分この足の曲げが使いたいんですよ。なんでここはハーフパンツを履いてます、うん、で目がスラッガーですね。これスラッガーのちょっとあのなんつうんだろう、スウェットっぽいやつだね、うん、スウェットっぽいスラッガーのシャツ、あったかそうな、うん、スラッガーのパンツか、うんうん、まあ、これはスラッガーが好きだからっていうのもあるかもしれないね、うんうん、で中はこれずっと前から履いてるんですけど、アンダーアーマーのピチピチ、うん、ですね。これは買ったのはもう3年ぐらい前です、うん、正直。でこれは2個ぐらい種類持ってて、あったかいやつと、まあ、普通のやつがあるんですけど、これは普通の方、もっとあったかいのはあるじゃないですか、あのがっちりあったかいやつ、うん、あれはもっと寒くなってきたら履きます。なるほど、うん、アンダーアーマーのスパッツですね。これ足動かしそうですね。なんかそうです、これめっちゃこう、ね、ラインが入ってちょっと、そうそうそう、ね、屈曲性があるというかね、うん、良さそう。はい、うん、で靴はアップシューズじゃなくてランシューですね、普通のニューバランスの、うん、これは結構前に買ったんですけど結構もうやばいんですよ。使い込んでますね、うん、まあ今1個で回してるんで、うん、まだ走り込みとかで切れたら買います、うん、新しいの。はい、あと手袋は一応、お、これは安いやつです。なんかもう手足は赤で、そうですね、手足は赤で、はい、服装はちょっとおとなしめやけど手足でね。そうですね、まあ、あとあのあれがワンポイントで一番、うん、そうですね、うん、目立つかなっていう感じですかね。そんな感じでしょう。ミズノの、まあ、でもこれ1000円ぐらいだったけど、うんうん、安い。それスマホ使えるんですか。これ使えないです。使えない、使えないです、これは。おう、うん、まあまあ自主トレなんでね。まあ自主トレなんで、トレーニングなんでね、はい、そんな感じでしょうかね。なるほど。はい、じゃあちなみにということで、はいはい、ゴリスポ氏のウェア、どんな感じのこだわりがありますか。まあちょっと僕はまあおしゃれっていうよりは、うん、機能性、まあ機能性、しかもこのまま試合にあのユニフォームに着替えても使えるような感じでやってるんですよ。うん、上下から僕はまあ大井さんニット帽をかぶるって言ったんですけど、うん、かぶらないです。かぶらない、うん、別に
いいかなっていう、そんなこだわりないですね、頭に。でサングラスは大井さんと同じような感じのジョーブレーカー使ってます、うん、で僕はあのジョーブレーカー目立つっていう意味じゃなくて、うん、この風が入ってこない、うん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 、僕結構ドライアイなんで、うんうん、目が乾きやすいんで、これで少しでも風が入ってこないようにはやってますね、うん、確かに、うん、完全にもう入ってこないからね、全然入ってこないですよ、うん、でも蒸気は逃げていくっていう、まあこれつけていて、これが SSK のプロエッジですね、うん、ネックウォーマー、うん、これすごいあったかいですよ、うん、しかもかっこいい、うん、赤、うん、ちょっとシャカシャカの素材でね、変わった生地なんですよ、確かに確かに、うん、赤にした理由とかは、赤にした理由は特にないですけど一目惚れみたいな、あもうかっこいいな赤感じですね、うん、でこのシャカシャカが Z、Z、うん、ちょっとなんか防弾チョッキみたいな防弾チョッキみたいなね、ちょっと変わったデザインなんですけど、うん、あったかい、うん、しかもこれねこの上にユニフォーム着れるんですよ、あ、うん、よくあのコーチとかが着てる、そう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 、コーチでシャカシャカな着てる人いるじゃないですか、うん、まあ、あんな感じで僕はまあゴリラーズの試合があるときにユニフォームをそのまま着て、うん、試合もできますね、 Z のマークがここに、そうそうそ う, そうでこれ丸首ですね、そうですね、普通にゴワゴワした感じもないですし、うん、すごい動かしやすいです、うん、で手袋、うん、これがね Z の手袋なんですけど、結構あったかそうな、結構あったかいし、まあ、これの一番特徴的なところは、うん、こっち側、あ出ましたね、うん、これバッテと同じような、はいはいはい、手のひらなんですよね、うん、だからこれ寒い時につけて、まあ、試合とかはちょっと厳しいかもしれませんけど、うん、まあ、自主トレの時とかに、うん、まあ、このままバットを振ったり、まあ、わざわざバッテにはめ替える必要はないということで、なるほど、このままスイングができるっていうすごい便利だと思います、はい、Z、うん、Z、うん、かっこよくないですか普通に、確かに、うん、で下ですかね、うん、まあ、下は、まあ、大井さんと同じような感じで短パンとスパッツを履いて、まあ、僕もちょっと長ズボンがちょっと走る時とか動きにくいじゃないですか、だから、まあ、こういうスタイルでやってますね、はいはいはい、レワードのこれはソックスじゃないね、これはレワードのレッグウォーマー、はいはいはい、まあ、そのまま試合に行けるって言ったんですけど、まあ、これはそのまま練習用ズボンに履き替えたら普通に試合に行けると思うんで、はいはい、うん、しかもあったかいですしね、なるほど、冬はちょっとここが寒いんで、うん、ここだけ足元から温めていって血流を良くしていこうという作戦ですかね、なるほど、色はちょっとなあのユニフォームが青色なんでゴリラズのね、はい、だから青色にしたっていう感じですかね、なるほど、うん、これインナーはどうなんですか、インナーこれアクティブなんですか、じゃあ全然まだ薄い、インナー全然薄いんですけど、うん、これがもうすっごいあったかいんで、あ全然大丈夫です、ね、まだ11月は乗り切れると、全然11月12月いけるんじゃないですか多分12月にアクティブ着る人はあんまりいないと思うけど確かに、でもこれがあるんでね、あ、うん、まあインナーはちょっと汗を吸い取るっていう意味ですね、はいはい、うん、スパッツは、スパッツはこれ大井さんにもらったやつですね、あ、お前のね、僕スパッツ買わないんで基本的に、でもこれがあったんでアディダスの、あこれいつぐらいに買ったやつですか、全然前、もう3年とか、もう3年ぐらい、うん、切れたりとかしないです、全然ないです、これ全然履かないんで、あトレーニングの時しか履かないんで、あ、はい、なるほどね、これは履いてます、はい、で最後靴かな、靴は前はあのニューバランスの半蔵っていうやつを履いてたんですけど、うん、ちょっと破れちゃってなんかいいシューズないかなと思ってた時にあったのがこのナイキのナイキやつですね、はいはいはい、まあ値段はそんなに高くないんですけど、まあ8000円9000円なんですけど、すごいナイキって軽いじゃないですか、そうですね、うん、しかもで僕の足の形が合ってるんで、こういうこうじゃないんですよ、僕はこうスッっていう細い形なんで、うん、それが一番ナイキは合ってるかなって思います、おぎゃできよ、はい、ということで2人の自主トレの服装を紹介していったわけなんですけども、どうですか、やっぱり自主トレはおしゃれだと思うんでなるほどね、あの皆さんの自主トレウェアとか気になりますよね、うん、やっぱり、うん、めちゃくちゃ気になりますね、何かこの動画でいいなと思ったのが、うん、あれはちょっと参考にしてもらえばいいんじゃないか、うん、参考になりますかこれでもなるんじゃないですか、このまあ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 とかは、うんうん、まあ、こんなんとかね、確かに確かに、すごい目立ちたい人にはいいんじゃないですか、そうですね、すげえかっこいいですね、はい、うん、はい、ってことで今日は自主トレの服装の紹介でした、皆さんもね少しでもいいところがあれば真似してみてはいかがでしょうか、はい、今日の走り合いチャンネル、はい、ちょいちょいちょい、はい、ちょいちょい、今日の走り合いチャンネルは以上です、にゃーるし、皆さん自主トレって何するんですかね、もう確かに気になりますね、ちょっとなんか僕もね、そう皆さんがやってる自主トレやってみたいんで、ぜひコメント欄、なるほどね、自分の場合は、はい、まあ、ランニングして、はい、ストレッチして、うん、ダッシュして素振りかな、なるほど、うん、そんな別にこだわってるわけじゃないですけど、まあ順番的にそれが一番なんかいいみたいな、まあ、僕はまあ走らないんですよね、ほとんど走らないんですけど、まあ走るのは体を温める目的、はいはいはい、で走ってますね、うん、どうした、じゃあここまで行きます、うわっ、じゃあ俺も走るわ、ダッシュ
そして11月のプレゼント企画です。まずはこちら、ローリングスのプロプリファード公式外野手のグローブになります。こちらは撮影で使用しましたが、ゴリスポのシーム片付け済みですぐに使えるグローブとなっております。キャッチボールノックすぐいけると思います。こちらを1名様にプレゼントします。続きましてこちら、フィールドフォースの少年ラン式複合バットになります。こちらは80センチのバットで、やや長めの高学年向けですが、打撃部にザラザラがついており、しっかりと食いつくバットとなっております。こちらも同じく1名様にプレゼントいたします。続いてこちら、重心ソックスの4枚セットになります。こちらはショートタイプで SMLLL の4枚セットをまとめて1名様にプレゼントします。カラーはランダムとなっております。続いてこちら、重心ソックスの4枚セット、こちらはロングタイプになります。こちらも同じく各サイズを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。